スポーツ少年団では、子どもたちがスポーツを楽しむだけでなく、さまざまな活動を通じて協調性や創造性を養い、社会のルールや思いやりの心を学びます。今週は米原市を拠点に活動するスポーツ少年団を紹介します。米原柔道の消防官です。私たちは稽古は真剣、楽しむときは思い切りを合言葉に週3回練習しています。高学年が低学年を優しく教えています。試合やイベントもあります。幼年から参加できるので、興味がある方は一度練習を見に来てください。待ってます。近江剣道スポーツ少年団です。毎週土曜日5時半から総陽中学校の小さい方の体育館で稽古をしています。剣道の他にもいろんな運動遊びをしています。いつでも自由に見学しに来てください。一緒に楽しく動きましょう。伊吹三六剣道です。私たちの少年団では、お母さんやお父さんがお子さんとご一緒に剣道を習っていただくこともできます。またスポーツ少年団、学生時代に剣道をされていたお母さん、お父さん、お子さんとご一緒に剣道を再開されてみてはいかがでしょうか。お待ちしています。ピンクモンスターミニバスケットボールクラブです。5歳から6年生までが練習し、基礎からしっかり身につきます。他県のチームと合同練習や試合もあり、それにより交流も深まります。年に何度か楽しい食事会もあります。みんなで楽しく頑張りましょう。一日さんファイト。柏原ミニバスケットボールスポーツ少年団です。男子と女子があります。小学1年生から入団可能です。土曜日と日曜日の午前中に練習をしています。柏原小学校の体育館で活動をしています。バスケットボールを楽しくやりましょう。待ってます。水上ホッケースポーツ少年団です。団員は47名所属し、仲のいいチームです。関東ホッケーさんと一緒に毎週 OSP グラウンドで練習しているので、応募待ってます。せーの、僕たち、私たち、関東ホッケースポーツ少年団です。毎週土日に練習しています。ぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってます。僕たちは米原野球スポーツ少年団です。僕たちは楽しく勝つ野球をモットーに活動しています。木曜、土曜、日曜は米原小学校などで練習しています。夏のレクリエーションやクリスマス会、親子試合などもあります。中日ドラゴンズの土田龍樹選手がたまに遊びに来てくれます。野球に興味がある人、どんな人でも大歓迎です。せーの、待ってます。挨拶をします。物を大切にします。友達と仲良くします。ルールを守ります。 JBC 三島はこの4つの言葉をモットーに活動しているチームです。みんなの魅力待ってるよ。僕たちいぶき野球少年団は、楽しく一緒に野球のできる仲間を探しています。初めての人でも何年生でも大丈夫です。僕たちと一緒に楽しい野球をやりましょう。いぶき第二グラウンドで楽しみにして待っているので、来てください。待ってます。なお、申し込みは随時受付中です。受付は各団まで連絡をお願いします。